讐を果たしてたと、そういう可能性が出てきたんですからな。すると、かつて江原を叩いてた人を叩く人に、まだ何が本当か見えてないと自重する人、ネット民の反応も様々です。あの殺人動画は本物かな。ほら、今時は CG とかで何でもできちゃうだろう。いわゆるディープフェイクですね。確かに AI の進歩などで非常にリアルな捏造動画が作れます。例えば有名なところですと、アメリカ大統領に嘘の過激発言をさせている映像とか、他にも本物にしか見えないようなものがいろいろとありましたな。そういう映像が嘘かどうかってちゃんとわかるもんなの？動画データに加工の痕跡が見つかれば、それを加工映像ということができます。ちなみに僕の方で江原の殺人動画を解析したところ、そういった痕跡はありませんでした。あれは十中八九本物でしょう。やっぱり？しかしそれでも絶対に加工されてないとは誰にも言い切れません。法的にもあの動画だけで江原の殺人が証明されたとはいかないでしょう。なるほどな。例の動画がネットに上げられたのはいつ、どこで？アップされたのは昨夜ですが、出どころははっきりしません。海外のサーバーを何箇所も経由されてるようで、ネットの魑魅魍魎が覆い隠してるんです。そっか。ただあの動画が本物でも偽物でも、ネットに流したのは実際に御子柴を殺した実行犯たちだろうな。なぜです？だってさ、御子柴殺害の状況を全部知ってなきゃ、あんな映像捏造もできないだろう。御子柴が殺された時のポーズも、床に落ちた血の感じも、俺が刑事から聞いた状況と全く食い違ってなかった。なるほど、確かにそうですね。あいつらに折られた指が痛みます。また江原と接見しなければなりませんね、矢上氏。白崎先生にお願いできるのでは？だな、そのつもりで。なあ、江原は御子柴殺しを疑われないようにわざわざ同じ日に痴漢したんだよな。だが今度は逆に殺しを自白するような動画をネットへ公開中だ。どういうつもりなんだ？その質問に答えられんのは多分江原だけだね。すぐにでも話したい。んじゃ、沙織さんとこ行くんだな。出発するか？よっと。しばらく寝とけっての。
ったく、時間食っちゃったよ。出発するか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いい加減にしろよ。一般決定。出発する。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。久しぶりだな、真冬ちゃん。ええ、もしかして八神君たち今沙織と動いてる？ん？昨夜流出した例の殺人動画の件で。東京地検はその話で持ちきりだもん。特に上の人たちは大慌てだって。わかるよ。検察は江原を痴漢として有罪判決を出させた。でももしあの動画の殺人が本物なら判決は間違ってた。痴漢は冤罪だったってことになるもんな。うん。ただ検察としては実刑まで出てるのにやっぱり間違ってたかもなんて言えないでしょ。一時期は何度もテレビで流れた事件だしね。法の番人としてのメンツに関わるわけ。確かに。だからとりあえずはその裁判の弁護人がどういう対応するつもりなのか気になってるみたい。それで私に様子を見てこいだって。あくまでも沙織の友達として非公式にね。そういうことか。よう来たな。そろそろだと思ってた。真冬、あなたも下で一緒になったんだ。沙織たちをスパイしに来たの。でもそっちも検察の動きを知りたいんじゃない？あなたの目的はそんなことじゃないでしょ。え？
八神さんに会えるいい口実ができたとか。もうまさか八神くんが絡んでるなんて今知ったんだから。じゃあそういうことにしといてあげる。なんか久々だなこのやりとり。はいはい。検察ももちろんこの動画のことは調査し始めてる。ただし結論ありきみたいね。検察は出どころ不明の動画なんかに取り合わないって。要は外向けに一応調べたポーズを取るだけってこと。ん？じゃあ江原が三越場を殺したかも取り調べないのか。事情聴取もなし。ええ、だって10月7日に江原が痴漢してたってことは裁判で証明されてる。だからこその有罪判決でしょ。だとしたら江原にその朝まで生存が確認されてる三越場を殺すのは不可能。ああ、じゃあおかしいのは殺人動画の方だってことになるよね。おかしいってどういうことだよ。つまり検察はその動画自体を疑わしいと言いたいの。合成なのか CG なのか、とにかく誰かが捏造したまがいものに違いないって。へえ。それを主張してるのは江原の痴漢事件を担当した検察官。どんなやつ？高野という検事です。卑劣な痴漢に厳罰を与えるべきだと熱弁を振るっていました。江原が現役の警察官であるならなおのこと、彼は世間の声を後ろ盾に正義を執行すべきだと。勇ましかったですよあの検事。法廷では気分良さそうに江原を責め立ててました。要するに高野検事にとって江原が痴漢をした事実に疑いはない。だからその事実と食い違う殺人動画はまがいものでしかありえないってわけだ。ええ、公正に審理された結論はネットの動画なんかで揺るがないって。まあ確かに出たばっかの判決がコロッと変わっちまうんじゃ司法への信頼は地に落ちる。知見も判決を出した裁判所もその高野君の言い分に乗りたいだろうな。けどそれは臭いものに蓋してるだけです。そう、しかもその動画をまがいものとするって検察の方針のせいで警察まで動きづらくなってるの。警視庁も神奈川県警もね。ん？どういうこと？彼らは殺人動画が絶対に本物と断言できないうちはもう江原にタッチしないんですって。今三越場殺しについて江原を取り調べたりしたら捜査機関まで痴漢の有罪を疑ってるってことになっちゃうから。いやでも本物と断言できないうちはって。ええ、ネットの映像が 100% 加工されてないなんて証明のしようがないです。それで江原にタッチしないってことは、つまり江原はまんまと殺しの容疑者リストから外れたってことじゃないですか。うん、捜査員たちもみんな納得いってないみたいね。特に神奈川県警は今江原以外にも容疑者を探してるみたいだけど、現場は完全にやる気なくしてるって。こないだまではどこが江原を取り調べるかで手柄の取り合いだったんだけどな。殺人動画のおかげで状況がひっくり返ったわけか。仕方ねえのかもな。刑事たちは公僕だ。お上の出した有罪判決をおいそれとは疑えねえ。もしどうしても疑うってんなら立場上それなりの根拠がいる。検察や司法のメンツのために誰も事件を追及できない。これでもし江原が本当に三越場を殺していたとしたら完全犯罪だ。法の敗北です。絶対に見過ごすわけにはいきません。ただこの事件を追うには法曹界をまとめて敵に回す覚悟がいりますね。なんだおじけづきやがって。違いますよ、こんな事件を扱えるのはここにいる僕らくらいだって言いたかったんです。言うじゃねえか。
星野君。多分俺らは心のどこかでずっと江原をたかが痴漢と見てた。でもあいつは今のこの状況を計算づくで用意してた節がある。これ以上コケにされてたまるか。言いたいことは伝わったみたい。もう帰るね。私にも何かできることがあったら言って。今はとりあえず十分だ。おかげで助かったよ。ありがとう。うん、それじゃ。相変わらず可愛かったな、真冬ちゃん。お前、より戻さねえのか、タボ。そういうんじゃないから俺ら。ずっと言ってるけど。沙織さん、また江原に会いに行かない？殺人動画が本物かどうか、直であいつにぶつけてみたい。ええ。そうですね。私もそう思って。すみません。拘置所からです。今江原のいる。え？もしもし。ええ、白崎です。ああ、いえ、大丈夫です。拘置所から電話って。何ですかね。わかりました。わざわざありがとうございます。拘置所の職員さんでした。江原から私たちへの伝言を託されたそうです。伝言って？それがもう弁護人との接見には応じないと。なんだって？来るだけ時間の無駄とも。どうやら江原は拘置所の中にいながら状況をすべて把握しているようですね。どういうことですか？多分だけど、例の殺人動画を昨夜ネットに流すってことはあらかじめ決められてたんだ。江原もそれを仲間たちから聞いていた。ってことなら、これから俺たちが接見に向かおうとすることも予想できる。ええ、私もそう思います。それは現役の警察官ならではってことですかね。なんという。やってくれるな。面白くなってきやがったなあ、タボ。ああ、けどさすがに出鼻をくじかれたな。そうですね。今、真っ先に話を聞きたいのが江原なのに。こうなるとどこに手をつけたらいいか。ん？おいおい、江原に会えなくたってやれることはあんだろう。何ですか？例えば。それは今うちの沙織君が答えてくれる。なんだそりゃ。私がまず気になるのは、三越葉を殺害したのが動画の通り江原本人だったかどうかです。これまで痴漢というアリバイがある江原に三越葉は殺せないはずでした。でも殺人動画はその前提を根底から覆す内容です。ああ、つまりそのアリバイか殺人動画かのどっちかが作り物ってことになる。俺は痴漢事件をもう一度疑ってみたいな。裁判で有罪判決が出た時、誰もこの痴漢騒ぎが殺しのアリバイになるなんて予想もしてなかった。そして江原に仲間がいることも審理の材料になかったさ。そこにアリバイ工作をされる余地があったかも。普通ただの痴漢に裏の意図があったり協力者がいたりなんてまず考えないし、証拠も殺人事件ほど念入りには調べない。でもあの痴漢事件の一部始終は防犯映像で撮られてました。物証だって十分揃ってます。ええ、ならその全てが本当に間違いなかったか一つ一つ確かめないと。じゃあどうします？また現場の駅へ行ってみますか？実際に事件があった時間帯に行ったらまた何か違う発見があるかもしれません。いや、あの現場で見られるものは全部見たと思う。けど沙織さんが言うように証拠を見直すのは今ここでできるよな。何か気になる証拠はありますか、八神さん？もし江原のアリバイが偽装されたものなら
証拠のどこかに細工の跡があるかもしれません。この証拠がちょっと引っかかるんだけど。痴漢現場を撮影した通行人の動画です。この後テレビで何度も流れることになりました。スクープ映像ですね。視聴者提供映像ってやつか。撮影者の身元は分かってる？ええ、やはり出勤途中の男性でした。大手飲食チェーンの社員です。その動画は駅の防犯カメラで撮られてた内容とも一致してます。つまり問題なしってことか。この証拠がちょっと引っかかるんだけど。まあそれは引っかかるに決まってます。みんなで痴漢事件を疑おうと考えた発端なんですから。そんなことは星野くんでもわかります。沙織さん、そんな言い方。そうだな、わざわざ恋にして言うまでもなかった。ええ、その通りです。この証拠がちょっと引っかかるんだけど。新宿駅のホームですか？その俯瞰図。痴漢事件はほとんどが防犯カメラで映ってるけど、この点線になっている矢印んとこは映像で残ってないはずなんだ。少しだけどカメラの死角があったってこと、星野くんと現場で確かめた。なるほど。ここに死角があったとしてどうなります？まず思い浮かぶのは江原にそっくりな替え玉を用意してのすり替わりかな。本物の江原は7時半に偉人町で三越芝を殺して新宿駅に向かう。そして9時過ぎに痴漢をした替え玉と入れ替わって取り押さえられた。それはつまり新宿駅のホームには江原が2人いたということですか？そう。で、痴漢をしてた江原のそっくりさんの方は人混みに紛れて消えたんだ。いえ、そうなると本物の江原は被害者女性に痴漢をしていないということになりますよね。うん。でも実際には警察が江原の手から被害者の下着と完全に一致する繊維を検出しています。微物検査か。ええ、なので江原が被害者を触ってた事実はどうやっても動きません。被害者は膝まであるスカートの裾から手を入れられていたんです。
それも電車が池袋を出てすぐに。新宿駅までの6分間ずっと恐怖を感じていたそうです。被害者はどんな感じの人だった？会社員なんですけど、6歳になる男の子がいます。夫は工業デザイナーで共働き、名前は間宮由衣さんと言います。年齢は30歳。子持ちの OL さん。間宮さんに事件当時の状況を聞けば、映像に残っていない部分の情報を補えると思います。それに江原がアリバイ工作をしてたかもしれないと明かせば、彼女にも何か新しい気づきがあるかもしれません。ということは江原以外に当たれる人を見つけたかな？そうですね、わかりました。少し時間をください。間宮さんの住所とプロフィールがどこかにまとまってたはずです。ただ相手は痴漢事件の被害者です。加害者を弁護してた私たちを歓迎してはくれません。うちはカムロ町の探偵だぜ。歓迎されねえのには慣れてるなあ。ああそうだ、カイトさん、少し時間ありそうだし飯でも食いとこうか。そうだな、言われてみりゃ腹が減ってきた。なんだあいつら、俺らのことが気になってるみてえだ。あのチンピラたち RK か。背中からブスリと来る気かもな。カイトさん、あっちにもいる。向こうにもだ、ターボ。昨日のやつだ。やっぱ根に持たれちゃったのかな。で、仲間集めて待ち構えてたわけだ、俺らを。だとしてもあんまり源田事務所の近くで騒がせたくないな。あっちから行こうか。おう。やっぱりついてきてるぞあいつら。でもすぐにかかってくるわけでもない。どういうつもりだ。これ煮え切らねえ真似しやがる。おい、用があんなら来いや。なんだよ、遠くから煽ってくるだけか。いや違うね。お前らも RK か。この野郎、いきなり頭にフルスイングかよ。イカれてんじゃねえのか。うっせえ。おい、こっち来い。上がりだ。